はい、ここではですね、今話題となっているサウンドセオリー社ガルフォスの解説を行っていきます。当製品はインテリジェントオート EQ という技術が使われており、サウンドが人間にどのように聞こえるのかという点まで考慮してトラック楽曲の周波数調整を行ってくれます。主にこのガルフォスの働きは、サウンドに不足している周波数を足して補う、もしくは出過ぎている周波数を抑えて均一化するという働きがあります。まずはですね、サンプルの方を用意していますので実際に聞いてみてください。ガルフォスを適用すると、ボーカルがしっかり前に出てきて、非常にサウンドがクリアにバランスよくなっているのが確認できるかと思います。製品中央のウィンドウからは、現在のサウンドに対してどのように周波数の調整を行っているかということを確認できます。中央の 0dB を基準として、上がブースト、下がカットとなっています。通常の EQ ではただポイントをこのように指定するだけですので、サウンドに対して常に同じ周波数、そして同じ量のカットブーストが行われてしまいます。しかしこのガルフォスはサウンドを分析して常に周波数を調整し続けます。これはですね、ダイナミック EQ に考え方が近いですけども、さらに緻密で細かな処理が行われます。この処理によって、今お聞きいただいたように、非常にナチュラルで音楽的なサウンドを作ることができます。まずはこのガルフォスの適用方法から確認していきましょう。製品はこのように単体のトラックに対しても使用できますが、最も効果が高いと感じたのが楽曲全体に対しての周波数トリートメントになります。ここではマスタートラックに対してガルフォスを適用していきます。この適用順序、明確には決まりがありませんが、メーカーのおすすめとして、イコライザーやコンプレッサーでマスタリングを行っていき、最後のリミッターの前ですね、楽曲の最終調整として使用するという方法が推奨されていました。また先ほどお伝えしたように、この内部でかなり複雑な処理を行っているため、 CPU の負荷は少し高めになります。現在僕が使用しているパソコンのスペックがこのような形ですけども、このガルフォスをですね、複数立ち上げた場合、今ですと9つですね、立ち上げた段階で CPU 使用率半分ぐらいですね。この時サウンドのバッファーは最大の2048を選択しています。これで再生してみますと、このような形ですね、8割ぐらいいってしまいますね。そのためこれを全トラックに適用していくというよりは、バスでまとめたトラックや周波数が気になるトラック、または今のようにマスターですね、これらに的を絞って適用していく方法がいいかと思います。そして今回の下準備の最後に、ガルフォスの設定によってはサウンドのボリュームが高くなってしまい、アウトプットで赤がついてしまう可能性があります。そのためガルフォスを適用する際のインプットボリュームには、ヘッドルームに余裕を持たせるということを行ってください。はい、といった形でサウンドセオリー社ガルフォスの解説、まずは基本概要と立ち上げについてお送りいたしました。次回は各パラメータの解説に入っていきますので、お楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。